元が江南の須崎の方受けたんだけど、2週間で水害に遭って当時に開けるぐらい全部2軒目なんですよ、お好み、はしごで。あ、いや、うん、うまい。話しようってソースのあれしたら、なんか食べとなる、食べとなりますね。こっちで、母がもともと先代が、江南の方でお好み焼き屋をやっとったんですけど、こっちに引っ越してきてすぐぐらいに親子で考えたメニューですね、みろ焼きは。それからやってるんで、今26、27年ぐらいなんですけど、餅が入るから、ちょっとお腹には普通にいい感じになる。これは普通に広島風です。いらうなという感じで、それ自然に待つという感じで、その間にだから洗い物とかするから見よる人は不安かもわからないけど、そうですね、やってこうやってキャベツをちょっと寄せてキャベツの色味したりとか、そのぐらい硬さを見たりとか、そばをひっくり返すんじゃないですかね。もともとが江南の須崎の方でやってて、で5年ぐらい母がやって、で、まあ、おばが一人になったのでこっちに開けたの、開けたんだけど2週間で水害に遭って、でそこから掃除いうか片付けとかいろいろ直しをして、で平成30年の10月に再オープンして、それから今までやってます。でお店が床上75センチ、座敷の上まで使ったから、ちょっと壁紙も全部、壁を抜いたんで、で、その時に壁紙を変えて、で、床はクッションフロア剥がして打ちっぱなしにしとったんだけど、ちょっとやっぱり温かみがないから、これはまあ、去年、一昨年ぐらいに。そう、この鉄板だけは、その江南の時からも親の鉄板で、で、あとはもう、このテーブルに合う、もう初代が最初に、使ったやつです。
行く行く行く。美味しいですよ。良かったです。はい、やっぱあれですね。押してないんで、うん、野菜とかすごい柔らかいっていうか、はい、うん、なんか結構なんていうんですかね、ソースもなんていうんですかね、癖もなく しっかり味がしてて、そうですね。これも母のこだわりで、なんていうかね、工場から直で届くように新鮮なものがしていただいておりま先に切ってあるんですね。そうです。切ってですね。一口でいけるかな。うん、うん、これいいですね。暑い中食べるのがいいかもしれないですけど、でも最初に来たのは暑さよりシソのいい香り、シソとかチーズとか、うん、なんかまあ、ね、マヨネーズとか、なんていうんですかね、まあ、どちらかというとちょっと油っ気のあるような感じなんですけど、このシソがあることによって食べやすくなりますね。
れば刺身に比べてよく混ぜて食べてみてください。いただきます。あ、確かに食感が大事な、大事というか食感を楽しむ。そうですね。うん、軟骨というか、なんかあの軟骨に近いようなその、なんですかね。ちょっと、この感がちょっと。でも普通に噛み砕けるというか、そんなに。そんなに、あの、歯の悪い人でも。止まらなくなるやつ。でしょ、結構止まらなくなる。2軒目なんですよ。お好み、はしごで。はい。いただきます。すいません。うん、うまい。話しようってソースのあれしたら、なんか食べとなる。食べとなりますね。グループで。そうだな。そういう場所が提供されるところでな、ブースでどうのっていうかな、うん、行ってみたい気はする。パチンコ屋さんとかあんなところと提携次第。ああ、そうだな。ね。時代が変わっていく。どうしよう。お祭りとかがもうちょっと増えたら。そうそうそう。うん、鉄板持って動かんといけんのがちょっとな、うん、大変か。鉄板担いでいけ、やった。しまうよ、あとでしまう。卵が多分なってますね、今。ほんまな、ね、すごいな。卵ちょっと、卵とかもやしがね、値上がりしたら結構皆さん、そうそうそう、商売される方も、主婦の方も、うん、そうな、もうちょっと値上げですね。いや、もう頑張って今回はちょっと値上げをやめようと考えたんだけど、やめよう。ちょっと結構美味しそうっすよ、これ。ちょっとこれ、映像で伝わるかな、このしっとり感が。このソースが垂れたじゅわじゅわ感。ああ、で、これは、ちょっと。ですね。肘が。食べてラーメンな、うん、うん、マヨネーズやドレッシングがかけてもそんなには食べられないな、普通に。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。